今回はエポック社の野球版 3DS オーロラビジョンカセットビジョンとバーコードバトラー全7種ラインナップは野球版 3DS オーロラビジョンカセットビジョンスーパーカセットビジョンバーコードバトラーバーコードバトラー2バーコードバトラー 2WC0 バーコードバトラー 2WC2 の7種類になりますで戻りましたいつも通りカプセルをトントして出していきますであと2回やってきましたこちらもトントして出していきます で、今回出たのはバーコードバトラー、スーパーカセットビジョン、野球版 3DS オーロラビジョンが出ました。で、最初にバーコードバトラー、正面と裏。で、カードが4枚付属しています。続いて野球版 3DS オーロラビジョン。ちっちゃいですが、ボール付属しています。マウンドにセットしたら、ボタンを押すと、球が出ます。ちょっと思いっきり横行っちゃいました。で、付属でピンセットもついてきます。 でボタンの横にスライドがあって引くとマウンドが下がります。でフォークで出たボールは下から出てきます。こちらボールの収納としても使えます。最後に蓋もちゃんとできます。で最後にスーパーカセットビジョンこちらカセットもちゃんと抜き差しできます。カセットはこんな感じ。コントローラーは前のパネルを開いて出します。こんな感じ。 でコントローラー収納するときはコードがちょっと癖あるので全部本体に収納しちゃってでコントローラーを左右にしまいますこんな感じカセットビジョンの見た目個人的には好きですということで今回はエポック社の野球版 3DS オーロラ,ラビジョンカセットビジョンとバーコードバトラーをご紹介しました個人的には野球版カセットビジョンの世代になりますバーコードバトラーはちょっと新しい世代だなって思っちゃいます 気になった方はお試しください。